1> 第1水星の各水星における核は水星の中心をなし一般に汚れた雪玉と呼ばれている個体の小天体を指す岩石地理凍ったガスからできている太陽に温められるとガスは消化し核の周りにコマとして知られる大気圏を形成する太陽の放射圧と太陽風がコマに及ぼす力により太陽とは逆の方向に 巨大な尾が形成される。一般的な水星角のアルベドは0.04である。水星によっては角は脆いものである場合もあり、分裂する水星を観察することで終焉が確認される。分裂した水星は1846年のビエラ水星、1992年のシューメーカーレビ、第9水星、1995年から2006年に、 かけてのシュワスマン・マハマン第3彗星などがある。ギリシアの歴史家、エポロスは、彗星の分裂の記録は、紀元前372年から373年の冬まで遡れると報告した。彗星は、温度の上昇や内部のガス圧、衝突によって分裂すると考えられている。ネウイミン第3彗星とファンビースブルック彗星は、親彗星の破片であるようである。 様々なことを合わせて検討すると、二つの水星は1850年1月に木星に最接近しており、1850年以前は両者がほぼ同一のものであったことを示している。ほとんどの水星角は直径10マイルを超えることはないと考えられている。しかし中には直径4 0トルに達する水星角があることがわかっている。 ジャガイモ型のハレー彗星の核は同量の氷と塵からできている。氷の約80%は水氷で凍った一酸化炭素が15%を占めている。残りの多くは凍った二酸化炭素、メタン、アンモニアである。科学者は他の彗星もハレー彗星と同様の化学成分だと考えている。ハレー彗星の核も非常に暗い黒色をしている。科学者は ハレー彗星の表面は、ほとんど氷でできた地理と岩の黒い近くで、覆われていると考えている。この彗星はこの近くの穴が、太陽に向いた時だけ日光に温められて、内部の氷が溶け出しガスを噴出する。2001年のフライバイで、ディープスペース1号は、ボレリー彗星の核を観察し、ハレー彗星の約半分に当たる核を発見した。ボレリー彗星の核も、 ジャガイモ型で暗い黒色の表面になっている。ボレリー彗星はハレー彗星のように近くの穴が日光に温められた狭い区域からガスを噴出するだけである。ヘールボップ彗星の核は直径約30から4 0トルであった。ヘールボップ彗星は波外れた大きさの核が大量の塵とガスを放出するために肉眼で見ることができた。 2007R5 の核は、おそらく直径100から200メートルに過ぎない。ケンタウルス族で最大級のものは、カリクロウ、キロン、現在行方不明中の 1995SN55 などで、直径約250から300キロメートルである。知られている水星の平均密度は約0.6グラムセンチメートルである。下記の表は、大きさ、 密度、質量を表した水星の一覧である。20世紀末以降の観測で表面が乾燥していたり、塵状であったり、岩状であることが明らかになっているものの、水星はよく氷が近くに隠れていることを示唆する汚れた雪玉と言われる。水星核は太陽系で最も暗い物質である。ジオットは、ハレー水星の核が受け取る光の 約4%を反射することをディープスペース1号はボレリー水星の表面は降り注ぐ光の2.24%から3%しか反射しないことを発見した。対してアスファルトは受け取る光の7%を反射している。複雑な有機化合物が暗い表面にあると考えられている。太陽の熱が揮発性の化合物を剥ぎ取りタールや 原油のように非常に暗く見えがちな、重く長い砂上有機物が後に残るわけである。水星の表面が非常に暗いことで、ガス放出するのに必要な熱を吸収できるようになる。大まかに言って、地球近傍天体の6%は、もはやガス放出をしなくなったかつての水星の核で、あると考えられている。このように低いアルベドの地球近傍天体に、 キュープノスとドン・キホーテの2つがある。ありがとうございます。